アロヘーマリサです。今日はマリサのクローゼットの中身を紹介していきたいと思います。こんな感じになってます。二段式になってて、この辺りは制服とか弟のジャンバーとかマフラーがかかってます。で、ここにジャンバーとか、あとはこういう薄めの上着系が入ってます。このお洋服は最近買ったお洋服なんですけど、めちゃくちゃ安くて1300円ぐらいで割引になってて、これちょっと写り的には灰色に見えるんですけど、水色のパステルカラーになっててすごい可愛いので購入しました。お気に入りです。この辺はファッションショーで着る服だったりとか、あ、ここ弟ですね、ジージャンとか、ちょっと見えにくいんですけど、ジャケットとかコートがかかってます。でお洋服はこんな感じですね。あとはここに帽子類が置いてあったりとか、入りに切らなかった本が入ってます。ここなんですけど、普段使ってるカバン類はこっちの方に別であるんですけど、ここら辺はあんまり使わないカバンが入ってます。リュックとか、修学旅行とか行く時に使ってたリュックとかがあります。この辺はヴィトンとかお母さんからのお下がりでいただいたものとか、あとはレッスンの道具とかが入ってます。この上の方はこっちの方にはアルバムがあって、あとはここは修学旅行とかそういう系で使うカバンですね。下の部分なんですけど、なんかコスメとか、これは私がポップをしているダイソーコスメなんですけど、3連休に入りきらなかったので、こんな感じで発行でいただいたので、そのまま置いてる感じですね。ここにもこのダイソーさんのコスメが入ってます。たくさん入ってます。そしてお気に入りの商品なんですけど、生地が薄くて今の時期にぴったりなお洋服で、結構何にでも合うのですごい愛用してます。もう一つはこのジャケットなんですけど、これは本当にお気に入りすぎて、今年の1月頃にあった大阪スナップの時でも着たんですけど、もうとにかく大人っぽくなるし、でしかもここにパフみたいなのが入ってて肩も凝らないし、もう本当にこれはおすすめすぎる商品です。これはザラで7000円ぐらいでした。ジャケットは1枚あれば本当に使えるので、皆さんぜひよかったら1枚持ってた方がいいかもしれないです。ちょっとすごい分かりにくかったかもしれないんですけど、マリサのクローゼットの中身はこんな感じでした。こんにちは、リセリです。今からリセリのクローゼット紹介をしたいと思います。やばい。じゃあ開けていきたいと思います。じゃん。てかリセリの部屋はクローゼットじゃなくて押し入れみたいな感じで、目隠し用のカーテンをつけて収納してます。上の段から紹介していきたいと思います。よいしょ。分厚めのトレーナーとか入ってるんですけど、蛍光色のパーカーとかが入ってたりとか、ここは結構ダルギーパーカートレーナーその他もろもろって感じです。結構リセリ服多くてアウターとかないやんって思うかもしれないんですけど、アウターもここに入りきらないんで違う部屋に置いてます。はい、次ここの段なんですけど、ここの段もパーカーとかが結構多くて、結構こことここの2段はダルギ系の分厚いトレーナーとかそんなんが入ってて、ゆるい服とかが多めです。じゃあ次ここの3段目なんですけど、秋服が多く入っててこんな感じで、こんなんとか多分知ってる人おるんちゃうかな。 TikTok とかでもよく着てるんですけど、真っ赤ってめっちゃ可愛くないですか。この服はイオンモールの中に入ってたキャバ嬢のドレスとかお姉さん系の服が売ってるとこで買いました。めっちゃ可愛い。こんなんも入ってます。これスパイラルガールさんの服なんですけど、胸元が開いてて長袖で、ちょっとここの部分が細くなってるから腕が細く見えてめっちゃ可愛いです。背中が開きつつのリボンでめっちゃ可愛いです。ここの段はニット系が結構いっぱい入ってて、これももちゃんの服なんですけど、シェリーミーももちゃんのブランドの服です。めっちゃ可愛くないですか。腕だけがこうシースルーになってて可愛いんですけど、後ろがめっちゃ可愛くて背中開きのバックリボンです。めちゃくちゃ可愛くて、これも今から絶対愛用する。これは 17kg さんの洋服になってます。いっちゃん下はニット系、こっちが分厚めのニット系で薄めのニット系っていうのが多く入ってて、これがミルキーウェイさんのニットワンピです。長めのダボっとしたニットワンピになってます。次ちょっとこの箱が気になると思うんですけど、このシェリーミーさんの箱を使わせていただいて、めっちゃ可愛くて収納の箱にぴったりなんで使わせてもらって
ってます。この箱の中には水着を収納してます。右のこの列ですね、リュウユさんの水着です。3つともで、こっちがエグハーで着てた水着です。で、これはネットで買ったキーリップちゃんに MV 読んでいただいた時に実は着てました。で、これはピトさんのブランドの水着になってます。で、こっちがピタンさんのブランドの靴が届いた時の箱になってます。これも可愛くて愛用してます。ここの中にはチューブトップとか短い系の、これはジェイラさんのこんなんとか、これはシーンで買いました。夏とかに着てたやつですね。こっちの一番上の列はダンス系の服がたくさん入ってるんですけど、これネルディさんのジャージ、まあこれ見えてると思うんですけど、これボルカンフロダイティさんで買いました。ここは練習着とか。そうなんです。2段目はこれはニットワンピ系がいっぱい入ってて、今もニットワンピ着てるんですけど、こういう系がいっぱい入ってて、これもシェリーミーさんですね。これも結構ウエストがキュッてなってて、後ろが空いてるデザインになってめちゃくちゃ可愛いです。なんかシェリーミーさんってフリーサイズしかないから、リセイちゃんって大きくないんですかってよく聞かれるんですけど、これリセイでも結構ぴったり着れました。でかい長いとかもなく、めちゃくちゃ普通に着れます。リセイ150センチなんですけど全然長くないです。ここの次の段はこっちがジーパンで、こっちが黒系のジーパンとかレギンスとかになってるんですけど、ズボン系が入ってます。はい。で、ここの次の段はニットのトップスになってます。ニット系がいっぱいあります。これもシェリーミーさんの服ですね。こんな感じで、で、いっちゃん下が懐かしいってなると思うんですけど、エグハの時に初日に着てたニットワンピです。こっちは一番上の段はジージャンとか薄めのアウターとかですね。で、真ん中の段には黒で統一してるんですけど、奥は結構ダルギ系が入ってて、手前ら辺には黒いスカート短パン、革パン。いっちゃん下は普通に短パン系になってるんですけど、エッグのいっちゃん最初か2回目ぐらいかなの時の夏のスナップで、結構際どいこのショーパンを履いていったら、パンツって言われたぐらいのショーパンです。夏のエッグ持ってる人はちょっと見てください。リスリーこれで写ってるんですけど、マジでよくこれ着ていったなってぐらい、今見たらめっちゃ短くてびっくり。で、この上の箱がこれグレイルさんの箱を愛用してるんですけど、帽子系ですね。帽子ゾーンですね。はい、こんな感じでリスリーのクローゼット紹介は以上になります。リスリーが好きなのはミルキーウェイさんとシェリーミーさん、スピガさんとかジェンダーデスさんも好きやし、決まったところで買っちゃうのがあって、よかったら参考になったら嬉しいです。あとクローゼットじゃない人とかはこういうのよかったら参考にしてカーテンとかにしてみるとうまく広く使えるんでおすすめです。こんにちは、マナペコです。今日はマナペコのクローゼット紹介をしていきたいと思います。いつも着ている洋服とか、あとお気に入りの洋服とか紹介していきたいと思います。まずはここのハンガーにかかっているものを紹介していきたいと思います。ここら辺はパーカーが多いです。あとはセーターとかアウターとかカーディガンがあります。じゃあここの中でお気に入りのものを紹介していきたいと思います。このアウターが一番お気に入りのもので、地元の方で買ったんですけど、タブーっていうお店で買いました。これはめちゃめちゃモフモフしてて、ちょっとセレブ感あるこんな感じのアウターです。で、次2個目がこれです。これは一番歩いてたら目立つ色、ベルシカで買いました。これはセットアップで、下がミニスカートになってて、上はちょっと丈の短いアウターになってます。3つ目のお気に入りはじゃじゃーん。これはパジャマで使ってるんですけど、もうすぐ冬じゃないですか。だからモフモフのこのパジャマを着てゆっくりこうやって寝るといいと思います。これはレディーで買いました。はい、じゃあ次はここの段を紹介していきたいと思います。まずここはトップスが入ってます。これは運動会の時にも着てたやつです。ここはパジャマなんですけど、こういう短パンとか、結構パジャマでも短パンを履くことが多いです。この段は結構セーターとか冬服が入ってます。これがお気に入りです。これはリゼクシーさんで買って、めちゃめちゃ可愛くてあったかいんですよ。この冬はめちゃめちゃ愛用します。これシーンさんで購入したんですけど、オフショルになってて、これワンピースになってるんですよ。1枚で着れてめっちゃ楽だし、これはめちゃめちゃ着やすくて好きです。はい、じゃあ次この段を紹介します。夏服が入ってます。こういう服というのがいっぱい入ってます。これシーンさんで購入して300円くらい
はい、じゃあ次はここの段紹介していきます。一番上の段が学校のものとかが入ってて、真ん中の段はなんていうの、紙袋とかまだ使える袋も入れてます。で、一番下はベルトとか小物が入ってます。で、ここになんか密かにいるものが帽子です。帽子、まなみのお気に入りはこの3つです。この帽子はムルアさんで購入した帽子です。金額が3000円くらいかな、そんくらいで買いました。はい、まなとこのクローゼットの中はこんな感じです。どうだったでしょうか。よかったら参考にしてみてください。バイバーイ。このクローゼットはこんな感じです。部屋に入ってきてすぐにドンってある感じです。なんか昔に貼った、誰だっけこの人、オードリーヘップバーンのなんかステッカーが貼ってあります。もうだいぶ昔から貼ってあるから唇なんか黄色くなってるとこもちょっと汚いんですけど、こんな感じです。じゃあ開けます。開けると全体がこんな感じです。じゃーん、タンスが2個と上にかけれるやつがあって、棚がもう1個あるって感じです。じゃあ細かく紹介したいと思います。まずこっちに帽子がかかってます。こんな感じ、適当に帽子です。帽子あんまかぶんないし、なんか多分違う部屋に移しちゃってるんでここにはあんまないんですけど、大体こんな感じでかかってます。で、1個目の黒の棚の上にカバンがたくさん置いてあります。よく使うカバン、これも結構使うリュック系好きだから。ちなみにこれは大木くんが買ってくれました。冬可愛くてよく使うんですけど、ショルダーバッグ、ヒョウ柄のモフモフのセシルのやつです。とかがあります。で、下のタンスに行くとパーカー系とか別に特にこだわりないんですけど、とりあえず詰めてるって感じです。こんな感じ。夏服は全部出して冬服だけ残したんですけど、まだ今年あんま冬服買ってないんで、マジ服とかあんまないです。下はやばい、詰めすぎた。こんな感じでデニムとかパン付けがあります。で、こっちに行くとこっちはサングラス系がたくさん入ってます。なんかサングラス可愛いのあると買っちゃうんですけど、あんまつけないんですよね。なんかあります、サングラス、たまにつけます。で、下行くとよく飲んでる漢方のストックがあります。で、その下がルーズソックスとかですね。ルーズソックスだねーな、150センチのやつをいつも履いてます。で、あとこれレッグウォーマーもあります。で、最後下の段はまだ新品のルーズソックスとかタオルとかゲルメスとヌーブラが入ってます。あと靴下とか、まだこれ履いてないけど可愛い。こういうなんか最近流行ってる長さの靴下とかなんかチャレンジしてみたくて買いましたけど、まだ履いてないです。はい、こんな感じです。で、次はこっちのタンスに行くと、上はまだ何も入ってないです。今年買うニットとかを入れようかなって思ってます。で、あ、何もないな。次、こっちはなんかまだ着れるかなっていう、部屋着にしようかなって思ってるちょっとした半袖だったりキャミとかが入ってます。下もスウェット系だったりとか部屋着とかが入ってます。はい、で、こっちの棚は、うわーすげー、フラッシュで、これそう、フラッシュで光る可愛いカバンなんですけど、なんか入りきらなかったカバンとかがあります。これもバッグです。こんな感じです。で、あとはかかってるものなんですけど、こっちは制服系です。もうなかなか制服着てないんで早く着たいんですけど、制服一応何種類かあります。カーディガンだったりスカートも 2,3 種類ぐらいはあります。こんな感じ、中学の思い出の制服です。で、あとはエッグのグッズのカバンがかかってます。これ結構使える。で、こっちはまあ普通になんかアウターとかだったりたくさんかかってます。こういうの可愛い、こういう感じですね。これアンビーのじいちゃんなんですけど、お気に入り、もうすぐやっと着れる季節かな。はい、こんな感じですね。あ、これちょっと前ぐらいに買ったブラッククイーンの部屋着なんですけど、めっちゃ可愛くてお気に入りです。最近まで暑かったから着れてなかったけど、やっと着れます。この黒金の中二感がめっちゃ好きです。こんな感じで以上です。はい、ってことで、もものクローゼットの中身紹介でした。こんな感じです。基本なんかバーってなっちゃってるんですけど、頑張って片付けました。でも最近は綺麗な状態を保てるようにお部屋もクローゼットも頑張ってるんで、参考になるところがあれば嬉しいです。じゃあ、ももあでした。
はい、今日は私のクローゼットの中身を紹介していこうと思います。イエーイ。自分の部屋にあるクローゼットと家族兼用で使ってる方があって、親とかの方はできないから自分の方の部屋のクローゼットだけ紹介していく形になるんですけど、夏物と秋物とバラバラなんですけど、よかったら見てください。ゴー。はい、私のクローゼットの中身を紹介します。まず1段目はこんな感じです。多分前と変わってないと思うんですけど、あ、これかな。このバレンティナちゃんが増えたと思います。これはパパが買ってきてくれたんで、どんぐらいだったかわかんないんですけど、ピンク系が前好きだったんでピンクっぽいのが多いです。いや、マジガサツがバレる。これめっちゃ安かった。まだ1回も使ってないんだけど、 H&M でセールでこの値段でした。これは2段目です。真ん中には手崩れしなそうな帽子とベルトが詰まってます。ここにはお気に入りのエイミーたちが詰まってます。まあ大体全部1万円くらいなのかな、だったんじゃないかなと思ってます。で、ここには多分前と変わってないんですけど、セットアップだったり倖田來未さんのファンクラブで着てたトレーナーです。なんか雑、本当に。はい、続いて4段目ですね。これはザラのパフスリーブ系を全部置いてます。ここにこれバラが肩についててめっちゃ可愛い。ここら辺には夏物だったりそのシワにならないようなニット系のロングワンピースを全部畳んであります。ここにはなぜか建造の袋にモンクレがこんな感じであります。これお気に入りです。はい、こんな感じで、ここの段は基本的に夏物が多かったんですけど、シーンとジェイダのものが多いかなっていう感じです。一番下の段はこんな感じです。この段は割と秋物は多めなんですけど、春秋的な感じで、これがまずめっちゃお気に入りだったブルーミンさんのセットアップ。これはまだ一回も着てないんですけど、ミラーナインっていうお店のセットアップ、これもエイミーさんですね。ここら辺はマジジーダグッチとかあるけど、ここら辺基本ベルシュカシーンです。これは昔流行ったダルタンのポンチョなんですよね。これは建造のトレーナー2着、まあ、お値段で言うとここのゾーンは割とお高めかもしれないです。この辺も4、5万4、5万って感じなんで、これも多分1万円ちょっとぐらいで、もうセットアップで2万円とか3万円とか、こっちも2万円弱だったかなって思います。はい、以上で私のクローゼットの中身紹介でした。結構ガサツに詰めちゃってるし、結構前のが入ってたり最新のものが並んでたわけじゃないから、また新しい服があったらどんどん紹介していきたいと思います。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。バイバーイ。